皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。そしてビタミンミネラルマッチタルチマンスカコアラコアラシです。よろしくお願いします。お願いします。僕もそれね、辻本さんと同じように言ってみたかったんですけどね。ほんまにちょっと言えてなかったじゃないですか。言えてなかったですよ。僕も頑張ってちょっと早口で言ってビタミンミネラルマッチョって言ってましたからね。これでビタミンミネラルマッチョダンです。よろしくお願いします。足りてますかが足りてないです。あ、足りてますかが足りてなかったですね。僕も言えずじまいで、ダメダメです。今回のこの動画でではですね、はい、背中を教えていただきたいなというふうに思うんですけど、はい、どういうトレーニングをしてるかもそもそも全然想像がついてないんで。そうなんですよね。だから家でのトレーニングは動画にするんですけど、はい、ジムでのトレーニングはほぼ動画にしないとか、まあ、なかなか撮影が難しいっていうのもあるんで、背中のトレーニング普段は興味ある？いや、ありますよ。多分めちゃくちゃ気になってる人ばっかですね。本当にやっぱ一緒なんですよね。どの種目でも共通して言うことなんですけども、まずはやっぱり高重量を扱えるコンバウンド種目っていうところですよね、うん、だからまあ背中の場合は僕は最近はワンハンドのロールをこういうマシンのやつです。はい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 。パッと当ててやる、こうやって肩あれをこうワンハンドで引くやつで、結構重めのやつを、はいはい、やっております。でちょっと勢いつけてチーティング使ってギリギリ引き切れるぐらいのちょっと無理めの重さをやってます。はいはい、ああ、なるほど、はい。足のつき方とかはどういう感じですか？もうこうクロスするのか、もう揃ってるのかとかは。ああ、なんかどっちかを出してますな。もう出しやすい方。どっちかを出してますね。その日の気分で。はいはいはい、はい、これね、基本的にはワンハンドローって多分こういう引く方と逆の足が前に出てることが多いと思うんですけど、はいはい、これ逆に引く側の足を前にしたらそれはそれでいいんですよ。はいはい。っていうのが、引く側の足が後ろにあると引き切った時にこう回旋しちゃうんですよね。引き切ろうという思いで間違って回旋しちゃうんです。もうこれはもうエラーじゃないですか、はい、背中を鍛えたいのに これは違うなというところがあるんで、逆にこの引く側の足を前にすることでこの回旋をちょっと抑制できるという、なんとなく、これは僕の気分です。そんな気がするんですよ。めちゃめちゃわかります。ね、僕もこっちで出す派です。あ、ほんまですか。はい、これでやるときもありますね。はいはいはい。両足揃ってるときもあるし、はい、その辺は割と気分で。気分で。はい、そんな決めてないです。もう臨機応変に対応して、まあ、ある意味でこれはバリエーションという、はいはい、都合よく解釈してます、はい。それでまあ重たいのをまずやりまして、はい、で、あとはまあ、そのジムにある、まあ、マシンを使うことが多いですね、うん、背中だと。シーテッドロー、はい、座るタイプのローイング、両手で引くやつやったりとか、はい、通常のラットプルダウンやるときもあれば、まああんまりやらないですけど、まあ弁当ローやるときもありますね、はいはいはい、弁当バローやるときもありますね。あんまりやらないですね。あんまりやらないですね。なんかその足とか腰とかとの兼ね合いも出てくるじゃないですか、はい、だからスクワットの翌日に弁当バローとかやりたくないし、逆に前日にもやりたくないしっていう、なんかその疲労管理っていうのがちょっと難しくなるんで、あんまりやらないですけど、オフが続いてたりとかするときとか、すごい体がフレッシュで元気な時はやったりしますね。なるほど、はい、それ以外の時はなるべくマシン使うことが多いです。はいはい、はい、なるほど。じゃあワンハンドロー、シーテッドロー、そしてラットフルがそんな感じです。ベースというか、そうですね、はい、特に順番は決めずに、あのその時の、はい、マシンの空いてる感じとかも見ながら。そうです、そうです、はい。ちなみにそれは3種目ぐらいをやってるって感じですか？それを他のバリエーションも含めて合計何種目ぐらいやってるんですか？3、4種目ですね。3、4種目、はい。あんまそんな種目数多くないんですよね、はいはい、1個の種目のセット数でいうとどんぐらいやるんですか？5セットぐらいなんで、まあ、20セットぐらいですかね。あ、合計で、はい、あ、でも1種目5セットってでも割と多い方ですもんね。まあ、ちょっと多めですよね。で、僕がちょっと最近やってるラットプルダウンする時の意識、はいはい、ちょっとラットプルダウンも僕年々なんか違うこと考えながらやってて、で毎年毎年最高傑作って思ってるんですよ。あ、すごいいいですね。ラットプルダウンやっと分かったっていうのをもうこの5年ぐらい毎年続けてて全然まだ分かれてないんですけど、まあそれの話と、でもそれだけやったらさすがに多分見てくれてる人 もちょっとなんかぼんやりした内容になるかもしれないんで、多分多くの人がラットプルダウンで背中に効かせれる感覚が分かりませんっていう人めっちゃ多いと思うんですよ。あ、はいはい、そういう人に向けてちょっと背中を意識することができるようになるための方法っていうのを僕なりにちょっとあるんで、まずそれから話しましょうか。はい、お願いします。まずじゃあラットプルダウンで背中に効いてるかどうかわからないっていう人向けにちょっとお話を進めたいんですけど、はい、
まずそういう人いろんな段階があるんですけど、一番最初期段階にいる人ってまず背中が何か分かってないっていう人がいますよ。なるほど。あの背中って、まあ、大きくは広背筋と僧帽筋が大きく占めてるわけですけども、はい、その広背筋というものをまず何かっていうのをちょっとこう理解してもらうっていうのが背中を意識するための第一歩かなというところがありますんで、まずちょっと一回後ろ向いてもらっていいですか。まあ、全部背中なんですけども、広背筋でいうと、まあ、この辺りなんですよね。この辺りです、はい、この辺り、これが広背筋です。ここです。ここは僧帽筋というふうに、まあ、ざっくりこういうふうに理解しておいてください。この辺、このひし形僧帽筋で、それ以外が広背筋で、広背筋使った時に広背筋効いたな、筋肉痛だなっていう時は、大体まあこの辺りが筋肉痛になりますわ、はい、こういう繊維方向で走ってますから、まあ、ここがまず広背筋ですよということを理解していただいた上で、じゃあその広背筋を鍛える、要はまあ逆三角形のアウトラインを形作ってくれるのがこの広背筋なんですけども、まあ、この広背筋を鍛えるためにまずこの広背筋を意識できるようにしましょうというところで、僕がまずそういう時におすすめしているのは、筋肉量が少なかったりちょっとこう脂肪が多かったりすると分かりづらいんですけど、割と痩せ型の人やったら分かると思うんですけど、自分でこの脇の下こう持ってもらって、でこのまま上から下にグッとこう肘を、なるべく肘をこう下に低い位置に持ってくるっていうことをやると、多分ここ動いてるなっていう感覚が分かると思うんですよ。まあトレーニングまだ始めてない人はちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ほのかに感じると思うんですよ。その皮膚と脂肪の奥にある筋肉が、この広背筋の筋肉の躍動を感じ取ることができると思うんですよ。これをまずやってみてください。これすごく大事です。広背筋が意識できないのってやっぱ見えないからなんですよね。腕って鏡で見えるじゃないですか、自分の腕で。自分の胸も見えるじゃないですか。腹筋も見ながらトレーニングできるけど、背中はやっぱ見ながらトレーニングできないんで、背中の筋肉を動かしているとどうなるかっていうのが、なんか頭でイメージしにくいというか、つかみにくいっていうのがあるんで、せめてこう見えないならば触って感じる、あ、これが広背筋なんだなっていう、まず存在を確かめて、じゃあ次ラットプルダウンやったらすぐ効かせれるようになるかって言ったら、それまだなんですよ。ラットプルダウンの前に1個やってほしいやつがあって、ワンハンドのアタッチメントをつけてください。ただ、まあ、ちょっと今こうワンハンドがなかったんで、このアタッチメントをワンハンドという体でやりますね。でこれで結構軽めでいいです。本当に思ってるよりも軽めでいいです。で、真横に立って、さっきみたいにこの自分の背中側、脇の下あたりの背中側をちょっとこう反対の手で触ってあげて、このままここから引く。こうするとね、まあ、さっきやってたこととあんま変わんないんですけども、よりね、広背筋の存在を近く感じれるんじゃないかなと思います。本当にね、もう本当にもう真横から引く。で、この時にこう肘が前に行ったりしないようにね。まあ、後ろちょっと背中側に行く分にはまあいいんですけど、まあ、真横に引くで大丈夫です。で、この感覚が、広背筋を使っているんだというふうに、思ってもらったら、まあ、大きくは間違ってないですわ。で、ここからラットプルダウンですね、はい、これだけやって、この感覚を今度ラットプルダウンで味わえるようになれば、ラットプルダウンでちゃんと広背筋を刺激できるようになりますよというところでございます。逆三角でいう広さを鍛える、はい、ラットプルっていうイメージですかね。そうですね、広さを鍛えるっていう言い方もあれですけど、僕の理解としましては、まあ、広背筋っていうものが、まあ、基本的にはアウトラインを形取ってくれますよと。で、僧帽筋とかっていう筋肉を鍛えることによって、こうモリモリした広背筋以外の背中のボコボコ感ができますよという感じはしてますね。あんまね、僕だから背中の厚みをっていう風な言い方をよくされるんですけど、厚みって何っていう気がするんですよ。まあ、僧帽筋がしっかり鍛わってるとボコボコして分厚く見えるっていうのはあると思うんですけど、広背筋を鍛えるときに、広背筋を鍛える角度や種目を変えることで、広背筋の成長がアウトラインになるか、それとも厚みになるかっていうのの選択はちょっと難しいんじゃないかなって僕は何だか思ってるんですよ。でも言われてみれば確かにそうですね。ここは人によって本当様々な考え方があって、いやいや、こういう角度でやると広背筋の厚みが増えるんだとか、はたまたその脊柱起立筋とか、その広背筋の下にある筋肉を鍛えることで内側からこう押し上げるように厚みを作るんだとか、まあ、僧帽筋が厚みを作るんだとか、まあ、いろんな考え方あると思うんですけど、まあ、広背筋っていうのは基本的には、まず第一の理解としては逆三角形のアウトラインを作る筋肉というふうに理解でいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい。
じゃあ僕のラットプルダウンやりますか。お願いします、はい、じゃあラットプルダウン、2023、まだ今年4のやつがバージョンは出てないんで、あ、まだアップデートされてないですね。まだ今年はアップデートされてない、まあ、2023ですね。まあと言ってもそんなに珍しいことはしてないんですけど、まあ、今までは僕は肩甲骨を割と仮性した状態から始めてたんですよね。これがビローンって伸びてる状態じゃないですか。でここから仮性させた状態がスタートポジションで、これで仮性させた状態を維持したまま行うようにしてました。でこれ何かっていうと、肩甲骨が挙上しちゃうとちょっと広背筋の負荷が抜けちゃうっていうのがあって、1レップごとに負荷が抜けるのは良くないなと、いくらストレッチするとはいえ負荷が抜けてたら意味ないなっていうところで、まあ、肩甲骨をしっかり仮性した状態を維持したまま引いてたんですが、ラットプルダウン2023はなんと肩甲骨を完全に挙上させます。しかし広背筋の刺激は抜けません。なるほど。これははっきり言って僕もこれがいいとはまだ言ってないから、はい、ただ負荷は抜けないっていうだけで、あ、はいはいはい、じゃあ筋肥大にとっていいかどうかはちょっと俺もわからないですそこは。でもちょっと面白いから最近やってるんですけど、これやってる人もいるかもしれないですけどね、今までは肩甲骨が挙上しちゃった時のこの広背筋が抜ける感じ、この抜けを防止するために肩甲骨を外転さすんですよ。肩甲骨の内転外転ってあるじゃないですか、内外転、肩甲骨をこうグッと外側に出すんですよね。そうすると不思議なことに、あら不思議、完全に挙上している肩甲骨が挙上しているのに広背筋の負荷が抜けない。ということは肩甲骨を外転さすようにしてフィニッシュすれば、この一番引っ張られた状態で肩甲骨をしっかり外転さすこと、これだけ意識すればもうフルレンジで負荷が抜けないラットプルダウンができる、これが2023ですね。なるほど、はい、ノーリアクションやったけど聞いてました。聞いてました、聞いてました。反応してないんじゃないですか。大丈夫ですか。要はこのラットスプレッドするみたいな感覚の背中のポジションで伸ばしきるって感じですね、はいはい、でもラットプルダウンしたままこう引き切るのは無理やから、まあ、引くときはそんなにあの肩甲骨の外転は気にせずにしっかりいつも通りぎゅっと引き切るんやけど、はい、最後伸ばし切るときに外転さすと負荷が乗るんですよ、はい、残るんですよ負荷が。なるほど。僕も言ってた前者やったんですよ、あの肩甲骨仮性させた状態で入って、はい、そっからもう挙上させへんように仮性させたままキープしながら、はいはいはい、収縮するっていうイメージでずっとやってたんですけど、外転があったんですね。ちょっと一回やってみてくださいよ。いや分かんないですよこれ。僕はハマったんですけど、手幅はもうこのぐらい、もうまあいつも通りの自分の手幅でいいと思います。最後のそうフィニッシュの時に外転させてる、完全にもうビヨーンって挙上させた状態から肩甲骨を外転さすだけでちょっとこうテンションを感じる。わかります。肩が慣れてないね、肩関節ちょっとあたりが若干、あでもこの時の広背筋の関与はすっごいわかります。こういってから最後抜け切らないというね、しっかり外転さすことによってなぜか広背筋のテンションが保たれると。ああ新感覚。あ、ほんまですか。なんか分かります、なんとなく。めっちゃ分かります。でこれこの余計な動きではあるんですよ、そのラットプルダウンをする上でなんか余計な動きといえば余計な動きなんですけど、でもこの外転の動きを入れたからって言って使用重量が落ちるわけじゃないから、じゃあ別にいいんじゃねえかなと思って。この上げ切ったこの時にしっかりまだ広背筋乗ってますもんね。でしょ。おお、これいいですね。これね、肩甲骨全然その外転しないで、お、もうただ挙上するだけだとやっぱ抜けるんですよね。一気になんかもうこの大変筋やのこっちの方にグワーンとストレッチがきますね。そう、すごい伸びるでしょ。はい。これが最近僕がやってるやつですね。2023ですね。2023です。はい、コアラ式ラットプル2023バージョンで。はい。これ2024も気になりますね。2024どうなるか分かんない。僕は今これが完成形だと思ってるけど、僕は毎年本当にラットプルダウンがあこうじゃなかったあじゃなかったってやってるんで。2022はどうやったんですか。2022は肩甲骨は仮性させてるんですけど、はいはい、もう完全にもうあの骨盤後傾の
加勢させたまま。そうですね、加勢させたままですね。なるほど。骨盤を後傾位でやるっていうのが2022でしたね。形も全然違いますね。これはでも正直やりながらどんどん迷走してるなとは思いましたけど今僕軽い重量であんだけ軽くやってただけですけど、めっちゃ来てます。なんかやっぱめっちゃ伸ばされるから、はい、なんかその1回やっただけでもなんかめっちゃストレッチした感じになるでしょ。めっちゃなります。なるから本当にこれめっちゃいいです。あ、ほんであともう一個、その肩甲骨の外転に関して言うと、この肩甲骨外転させるときに外転を意識するっていうのでもいいんですけど、肩甲骨の回転って何っていう感じになっちゃうとちょっと意識も難しいと思うんで、このストレートバーを折り曲げるイメージでやってもらうと、まあ、肩甲骨が回転するかなと思います。あの要はこのストレートバーをこう折り曲げるイメージ、こう折り曲げるイメージで力入れてもらうと、まあ、それがちょっと回転っていうのにちょっと近づくかなと。だから小指をグッと押し付けるイメージですね。小指をこうグッとこっち側に押し付けるイメージで握ってやると、まあ、肩甲骨の外転が意識しやすいし維持もしやすいかなと。あ、でも肩甲骨をこう回転さすっていうのが、まあはい、2023って感じですね。これ やる前は、まあ、確かになと思いながら聞くものの、いやでもなっていう思いながら話は聞いてたんですけど、めっちゃいいです。ありでした。ありです。あ、よかったです。ほんまに僕あやろうって思いました、ね、あ、よかったです、はい、やってください。ぜひ。もう未だにこの辺にずっと感覚が残ってるので、最近失われてた感覚を感じてるんでめちゃくちゃいいです。やっぱこうストレッチの刺激っていうのはおそらく大事なんじゃないかなというところだと思うんで、今、まあ、もちろんストレッチの刺激だけ入れてりゃいいとかっていうことでもないんですよ。ミッドレンジの種目だけでも肥大は起こってるやろうし、ただまあやっぱどっちかっていうとやっぱストレッチを意識しちゃうというか、そういうところはありますね、僕はね。それこそ軽い重量で動かす意識すると肩甲骨動かすんで、やっぱウォーミングアップにもめちゃくちゃいいですよね。そうですね、可動域を上げるっていう面でももうここが大体みんな固まってますもんね。はい、これ全然背中のトレーニング関係ないけど、まあ、肩甲骨はとにかくデスクワークの人はしょっちゅう動かしてもう30分に1回動かした方がいいぐらい、うん、まあ、肩を回すとね、肩甲骨って動いたりするんで、はいはい、肩回したりとかこうひねったりとか、大きくひねるとこう肩甲骨も大きく動くんで、まあ、そういう動きは絶対やった方がいいですね。これはもう筋トレじゃなくてストレッチですよ本当にぜひデスクワークの方々参考にしてみてください、はい、してみてください。またこの動画が良かったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄にもコアラさんのリンクを貼っているので、ぜひ気になる方はコアラさんのチャンネルも見てみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう、はい、さようなら。ありがとうございました。